こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきます。何を拾ったの？なんだかキラキラしてとっても素敵。ひょっとしたら白じいが残していったものかもしれない。お守り代わりに持っておいて。けど指導を助けに行くには一体どうしたらいいのかしら。何はあの渦は。どうしたどうした。いやいやいや、あそこ行っちゃうのかな。きっとあの渦に飛び込めば指導のところに行けるんだわ。分かってるわよね。ハーゴンを倒して指導を助けられるのはあなただけだって。本当に苦しそうだったの。きっといろんなものを一人で抱えてたのよ。あいつをお兄さんぶってるっていうか、強がってカッコつけようとするからあなたにも耐えれなかったんだわ。指導が苦しそうにしてたのに結局何もしてあげられなかった。それにあなただって喧嘩別れしたまま指導とももう会えないなんて嫌でしょ。指導を助けに行ってくれるわね。行きましょう。そう来なくっちゃ。当然そう言うと思ってたわ。あ、チャコどうした。私たちあのそのみんなあなたに話があるみたい。出発前にみんなと話してみて。ハーゴンが言っていたこと本当なんでしょうか。私たちが幻の存在だなんて、それに指導が破壊神だなんなどと。もしそれが本当だとしたら、ケンさんは破壊神と友達だったってことっすね。もちろん俺たちもっすけど。でもっす、神様と友達なんて悪くないっすよね。俺もう一度指導さんに会いたいっす。いや、いいこと言うわ。我が輩たちがどうなるのか、それは今考えても仕方のないこと。何より指導を助けに行くのだ。ハーゴンを倒し指導を連れて帰ってきてくれ。行きます。はい。みんなも来てくれないの。もし強い敵が立ちはだかっても、今まで一緒に物を作ってきた経験が必ず役に立つはずです。胎児だけじゃありません。噂のゴルドンさんやミナデイン法、ゴルドンさん、ああミナデイン法もきっときっと。私たちずっとずっとここでお二人の帰りを待ってます。行くのね。私には難しいことはよくわからない。だけど一つだけわかっていることがあるわ。もし私たちが止めても、あなたは指導を助けに行くってこと。どうせハーゴンとか幻とかあなたにとってはどうでもいいんでしょ。ただ指導を助けたい。違う。言わなくても分かってるぜ。俺たちはお前のことなら大体分かる。オイラとミルズでもって剣と指導の荒くれ筋肉はどこに行っても不滅だぞ。この空不安ね。ハーゴンの言う通り、世界が滅ぶ日は近いのかもしれない。きっともうすぐ私たちも消えてしまうわ。でもお二人が帰ってくるまで私たちはここで待ってる。気をつけて行ってきてね。そして必ず指導を助け出して行こう。行くのだな。信じたくはないが、ハーゴンが言っていたことが嘘ではないとムンブルク出身の私たちもよくわかる。ローレシアの幻、そして偽りのロンダルキア、あの風景こそがその証拠だったのじゃ。指導と君に距離ができてしまったのは私にも責任がある。そうだけどリックだよね。どうかこのまま終わらせないでくれ。必ず指導を助け出してきてほしい。破壊神指導か。思えばムーンブルクでのあの修羅のような戦いぶりも破壊神であるがゆえだったのじゃな。でも私は信じています。どんな恐ろしいことが起きようと、指導様の良いお心はきっと失われないと。君と共に指導を助けに行きたいのは山々なのだが、ハーゴンが現れてから私たちの体が少しばかり変なのだ。幻として消えかかっているらしい。そうなんだ。最後の最後まで君に頼ってすまないが、どうかハーゴンを倒し指導を救い出してくれ。そうしよう。みんなと話終わったのね。
この先は何が待ってるかわからない。無事に帰ってこられる保証もないわ。それにきっと道具や装備もあまり持ってはいけないはずよ。でもそれでも行くのよね。しっかり準備をして出発する覚悟が決まったら、あの黒い渦に飛び込むのよ。行きます。はい、うん、わかりました。助けてきます。いいこと、あなたと指導は一生ルルの奴隷としてルル王国で働いてもらうんだから。わかりました。あなたたちがいない空っぽ島なんてつまらない。絶対に絶対に帰ってくるのよ。行ってらっしゃい。ルルもみんなもあなたと指導のこと待ってるわ。この感じ、オンバ来るのかな。オンバついてきてる、来てるけど、あ、来ないのか。浅ましい、浅ましい、そして嘆かわしい。今こそそのような暗がりからお出になる時です。ああ、指導に行ってるわけね。さあこちらへ。ダッシュできないな。あら、指導じゃん。なんだよここは。俺は一体、指導様、破壊神たるあなた様がいつまでそのような弱々しいお姿なのです。さあこれはあなた様に捧げる生贄です。お、なんで自分でやるのかこれ。なんだ俺の中に何かが。良いぞハーゴン、もっともっとだ。なんだこの声は。俺は、あ、シドの中にいる破壊神かな。強いな。なんだこのモヤモヤは。俺は一体、抗うことはない。今少し、今少しだ。どうなってやがる。俺が俺じゃなくなっていく。いいえ、そうではありません。これからあなた様は本当のあなた様に戻られるのです。やばい。あら、みんなじゃない。誰がこんなこと。いや俺だよ、指導だよ。何を多いなのです。あなた様が殺したのです。いかがでしたか、生贄の味は。そんなバカな、このクズどもも神に身を捧げることができたのです。こやつらにとっては身に余る光栄。貴様、許さん、許さんぞ。俺がぶっ壊してやる。あ、これも生贄になるんじゃない。あら、俺じゃん。違うんだ、これは幻覚にしてんのかな。まさか嘘だろう。あ、壊れちゃった。お見事です。
汚らわしい記憶を自ら消し去られましたね。さあ破壊神指導様、今こそ真にお目覚めになる時です。うわすごいよ、なんかつけてくれ。あ、助けないと。破壊天体指導。助けて助けて、そこか。おいおい、俺一個しかない、何もないよ、何も持ってないじゃん。嘘でしょ、どうすんのこれ。あ、そうか、そういうことね。どうしたどうした、足場を作って助けてくれたんだ。あ、ありがとう。君はスライムっぽいけどね。だけど君人間だよね。どうしてこんなところに。友達を探しに来た。指導がどこにいるかわからないかだって。そんな人知らないけど、この後ろのやつだよね。でそれどころじゃない、やばいやばいんだよ、このままじゃみんな死んじゃうね。ここは約束の地なんだよね。どうしてこんなことに。約束の地、とにかく逃げなきゃ逃げなきゃ。どこかないの、どこかないの。あ、なんか来たぞ。おいお前たち、そんなところで何をしている。そこは危険だ、早くこっちへ来い。なんだ、すごくいいモンスターがいるな。貴様人間、なぜこんなところに人間がいる。一体何者だ、何ビルダーだと。まさか教団の聖師ともいえるこの地に殴り込みをかけてきたのか。いや違うんですよ。今すぐその首跳ねきねじ切ってやる。そんなことしてる場合じゃない、死んじゃう、死んじゃうよ。ねじ切る前にみんな死んじゃう。では安全な場所に避難するとしよう。安全な場所で安全に首をねじ切ってやる。いや、いっぱいなんかいる。行こうぜ。いやいや、わあ、また行こう。なんかあるな、いろいろ。こんな見たことないぞ。見て見て見て、下に誰かいるよ。助けて。あれ、誰誰、火出られねえ出られねえ出られねえ。血穴に落ちて混乱してし混乱しちまってるらしいな。何、助けてあげようだと。あいつは魔物だぞ、人間である貴様が助けるだと。助けようよ、もう助けちゃおうね。ダメだな。
これでかいのも邪魔だね。これえっ、ー、と石石これで来れるんじゃない。どう、え、ダメ、嘘でしょ、なぜよ。あ、話しかけないとダメ。これこれ逃げ場がない、逃げ場がない、もうダメだ、もうダメだ。おいお前落ち着くんだ、まだ逃げ場はある。おいらすっかり混乱しまって、あ、ありがとうよ。レナならそいつに言え、どうやらその人間は魔物も放っておけないお人よしらしい。さあ俺様についてくるんだ、安全な場所まで連れて行ってやる。行こうぜ。やばいな、これ攻めちゃできないな。これ何、あ、というか、あ、いいね。いや、すごいわ。こっち行こう。俺様にここ、うん、分かったから行こう。やばいな、食べ物がなんもない。よし、あそこだ、あそこなら、あの妙な腕に、腕も入ってこれまい。行こう。ひょー。やっと着いたな、死ぬかと思ったぜ。それにしても随分変な場所だね。見慣れない不思議なものがたくさんある。ケンって言ったよね、僕メタルスライムのメタッツ、助けてくれてありがとう。メタルスライムなんだ、経験値いっぱいもらえるよね。オイラはグリムン、お前のおかげで命拾いしたぜ。俺様はキッシムだ、まあどうにか助かったな。ここはひとまず安全だ。さあビルダーの首をねじ切るとしよう。待てよキッシム、ケンは友達を助けるためにここに来たんだって。何、指導がどこにいるか知らないかだと。そんな名前聞いたこともないが、ひとまず殺すのは後だ。友達を助けたいやつなんか殺せんからな。友達を助けたら殺してやる。いや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 、もっともものづくりの素材になるもんなんかここにはない。ビルダーだろうと悪事はできんだろうしな。なんかいっぱいあるけどな。そんなことよりここで何か起きてるの。あの腕は何、あの黒い魔物は。よくわからんが凄まじい破壊の力を感じる。謎の腕も黒い魔物もその影響だろう。そもそもここはどこなのかって、何にもない真っ暗な空に浮かぶ小さな星さ。僕ら教団の魔物にとっては約束の地なんだ。ここで待っていれば救済が訪れるって聞いたのに、まさかこんなことになるなんて。わめくないよメタッツ、オイラそんなことより大切なことに気づいちまったんだ。どうした？実はオイラ腹が減りまくってることに気づいたんだ。なあビルダー、なんか作ってくれよ。作るなってさっき言ってたくせに。お前大切なこととはそれか。しかもビルダーにものづくりを頼むとは。どうせ死ぬんだ、死ぬ前にうめえもんが食いてえんだよ。オイラうごめく鶴を焚き火で焼けば絶対うまいって思うんだ。なるほど、外にあるうねうねした植物を壊すと手に入るはずだぜ。頼むビルダー、うごめく鶴をそこの焚き火で焼いてオイラに食わしてくるんじゃない。これだよね。ちょっと時間かかりそう。
うねうねパスタか。うまそうじゃねえか、早速オイラにくれよ。どうぞ。ありがとよ。あんなものから飯を作れるなんてビルダーっていうのはすげえもんだな。臭くて苦くて最高だぜ。そうなんだ、腹が減ったらお前も食ってみろよな。オッケー。お、機械かな。ものづくり検知、ものづくり検知、ガガガピピピ。うわー、何この音。ここ今度は何だっていうの。なんか来る。おっと、どうしたの。タッツ、さっきの音何だったんだろう。僕怖い。そこの機械怪しいよね。音は部屋の中からしたみたいだね。怖いけど調べてみようよ。あ、こいつらか。じゃあ一番奥かな。そうなんだ。あ、これか。生体反応検知、生体反応検知、再起動プログラムを実行しますか。いいえ。再起動プログラムを中止しました。ガガガピピピ。あ、しないといけないねこれ。はい。データにアクセス しています。再起動失敗。魔法エネルギーを補給してやり直してください。そんなこと言われても足りないエネルギーの補給が一体どうしたらいいんだろう。ひらめちゃうね俺。作業台がないんだよねここに。あ、なんかできた。エネルギー回路設計図を描いた。すげえ。パイプか。オッケー。これを手に入れないといけないね。パイプをつないで壊れたキラーマシンからエネルギーを送る。できそうね。じゃあこれ、これ違う、これか。ちょっと待って、じゃあちょっと整理しないとまずいなこれ。これでいこう。パイプカーブと T 字、カーブと T 字、カーブあるな、これだ。カーブ、あ、T 字これだ。これでしょ。カーブ、あ、カーブ手に入れた。パイプカーブ T 字、パイプでしょ。T 字でしょ。カーブでしょ。あとこれが足りないか。いけるか？これできた。なるほどね。向こう こっちから持ってくるってことね。燃料パイプ接続感知、魔法エネルギー補給を実行中。魔法システム修復完了、再起動プログラムを実行中。わしはわしは、おいおいおい、わしはキラーマシン G さん、再起動完了じゃ。怖いよ。ありがとう。壊れたキラーマシンを直しちゃうなんてビルだって本当にすごいや。
わしはどのくらい眠っておった、今ここで何が起きておる、なんじゃこの不穏な気配は、まさかついに滅びの日が来たのでは。滅びの日か、なんだよこのじいさん、錆びついてボケちまってんじゃねえのか。失敬な、この地で何が起きてるのか聞かせてみ。ここ恐ろしい腕と黒い魔物が現れて、この星を壊し始めたか。やはりわしの思った通りじゃ、ついに滅びの日が来たようじゃな。ねえねえ、何なの滅びの日って。その名の通り、すべてが破壊されて無に帰る日、世界が終わる日じゃ。怖っ。それにしてもまずい、破壊がここまで進んでおればこの研究所とて安全ではなかろう。ああいつかこの壁も天井も恐ろしい腕とやらに破壊される時が。うわっ、売ってるそばから来たよ。でもうその時が来たみたい。黒い魔物どもの気配もするな。これは戦うしかなさそうだ。マジか。あ、ここで戦闘かよ。あの腕が引き寄せたのか、黒い魔物どもが迫ってきてやがる。これは倒せねえとまずそうだぜ。どうだビルダー、お前も戦えるのか。戦うよ。よし、何が起きてるのかよくわからんが、やられるわけにはいかん。これ食いかけだけどお前にやるぜ。やばくなったら食ってくれ。ありがとう。ああ、これね、さっきの。俺様はここより安全なとっておきの場所に心当たりがあるんだ。まずは黒い魔物どもを倒すんだ。マジか、やっちゃおう。ちょっとね、やばいよね、なんかいろいろ全然ないんですよ、素材が。自分の持ち物だけ持ってこれるかと思ったら、薬草も持ってこれないから、これはね、やばい。強くないのかな。お、危なかったねみんな。あ、レベル上がった。そこ行こうぜ、その安全なところとやらに。敵を倒したのを、久しぶりにキラーマシンのキラープリを発揮してしまったわい。思いのほか強いなビルダー。ひょっとして友達も探す決意の現れか。ところでキッシム、安全な場所に心当たりがあるの。ここから丘を越えていくとハーゴン教会がある。そこなら安全なはずだ。そいつは明暗だ。教会にはジコック様がいる。ジコック、ジコック、ジコック、オイラたちを導いてくれるかもしれねえな。それじゃあみんなで行こう、剣も一緒に。いや、なんかありがたい。みんな、自分は友達を探す。バッカモン、そんな臭いセリフを吐き寄って泣かせるではないか。おいおい、お前本当に行かねえのか。このままじゃ死ぬぜ。放っておけ。人間などビルダーなど所詮は我らの敵なのだ。ハーゴン教会にいるジコック様は三神官の一人なんだ。いろんなことに詳しいんだぜ。
ひょっとしたらお前の友達ってやつのことも知ってるかもしれねえぞ。ここでお別れなんか嫌だよね。僕たちと一緒に行こう。行こう。教会にいる地獄とかいう神官様に友達の居場所も聞いてごらんよ。ちっ、仕方がない。では俺様についてこい。長いな、まだまだありそう。ここで終わると思ったけど、今回はここまでにしたいと思います。次回は続きからやっていきます。ご視聴ありがとうございました。